まずはですね、硫黄島に来たら、はい、まずこの景色を見てもらいたいと思っているところに、来ていただきました。もう硫黄島をじゃ代表する場所というか、そうですね、もう一番インパクトのある景色です。恋人岬っていう場所なんですけど、お素敵な名前、はい、おお、これはすごい。僕もいつも来ますけど、また今日は格別に美しいですね。穏やかで、この山が私たちがあの船で入ってきた時に見えた、そうですね、硫黄岳です、ですね、はい、綺麗。そして硫黄岳からは噴煙が上がってるんですね。そうですね、今日はちょっと煙は少なめですね。海岸線に色がずっとついてますよね、はい、これは山の下から湧き出している温泉で、あの船が入るときすごく海が茶色かったと思うんですけど、はい、それはもう完全に温泉の鉄分の茶色ですね。もともと地質学の研究やってて、はい、世界あちこち、まあ、岩とか氷とかたくさん世界中で見てきたんですけども、ここはこうやって海の色とか、あとは煙の上がり方とかが本当にあっという間に数分とか数秒で変わっていくので、まさに地球が生きているっていうのをこう実感させてくれて、この島すげえなっていうのを感じたところですね、この場所は。硫黄島の、まあ、一番と言ってもいいかもしれない有名な場所です、有名な場所、確かに眺めがいいとこですね、はい、はい、海の色がちょっと普通じゃないの分かりますかね、少し白みがかってるような、はい、あのあたり、実はこの先に温泉があるんです。え、ここに温泉が湧いてるんですか？はい、温泉が湧いてます。こんなところに温泉、こんなところにちょうど今見えてきました。あ、見えた。あったわ、温泉があった。海から湯気が出てる。しかもなんかおしゃれな温泉ですね。そうですね、ここはあの地元の人がこう枠を作ってお湯を溜めてるだけの温泉で、水道とかも明かりも一切ないような温泉なんですよ。へー、あ、気持ちいい、ちょうどいいですね。いいっすね。多分ね、39度ぐらいかな。ちょっとピリッとするの分かります？ちょっとチクチクするような、確かに、少しピリピリっときますね。ここは酸性がすごい強くて、はい、日本で2番目に酸性が強いっていう温泉なんですよ。でちょっと緑色に見えてるのは、はい、実はこれ岩の表面にバクテリアがいて、見えます、うん、これなんか苔かと思ったら、バクテリアなんで酸の強いところにだけ生息できる特殊なバクテリアがいて、でこれがあの岩の表面についているので、緑色に見えるんですけど、お湯自体は透明です、本当は。この絶景を見ながら入れる、もちろん誰でも入れるんですよね。もちろんです、はい、いつ来ても大体タダで貸し切りですよね。タダで貸し切り。最高じゃないですか。最高です。やっぱりよく入りに来るんですか？そうですね、お客さんが来た時は大体一緒に、あ、奥さんと一緒に入ったりは、もちろん。混浴？はい、混浴で大丈夫。混浴ですって。私もいつか来よう。結婚してから。躍動する硫黄島の自然に惚れ込んだ大岩根さん、なぜ博士は硫黄島に移住しようと思ったのでしょうか？それは博士が研究者時代に体験したある大きな出来事がきっかけだったのです。で博士号をもらってからは南極観測隊で、はい、南極？はいです。すごい経歴ですね。いや、居酒屋だったんですけどね、先輩がお前南極行ってみたいみたいな誘ってくれて、そんなラフな感じで。過酷でしたね。まあ寒いですわ。まあ景色は雪か氷か岩しかないっていうところでずっと過ごすんですけど、70億人いる人間の中で自分だけしかこの美しい景色を見てないみたいな瞬間が結構あるんですよね。その厳しさの中に満足感を見出したみたいなところはやっぱりすごくあって、でこの島の、まあ、こういう景色も刻々と変化していく
生きてる地球の姿が見れるっていうところがやっぱりすげえなと、うん、いうのは思って、うーん、なんかまあエネルギーをもらうっていう感覚がすごくありますよね、僕はここにいると。あの硫黄岳とかこの海岸線とかですね、こう変わっていく景色がすごいすごいとこだなっていうので惚れ込んで移住しました。そんな硫黄島ラブの大岩根さん、なんと愛する奥さんとの結婚式も硫黄島で挙げちゃいました。硫黄岳パイセン、私たちはパイセンのようにたくましく美しい夫婦になること、ここに誓います。二人が知り合ったのはおよそ1年半前、博士の一目惚れでした。プロポーズしたのが3ヶ月後ですもんね、出会って、スピード婚。そうですね、でいやだからその研修の時にちょっといろいろ喋ったりとかして結構ビビッときたんですけど、ちょっと思い出した、なんかイメージと違いますよ、はい、そうですかね。彼女がそのホテルのブライダル部にずっといたこともあって、はい、うん、そのホテルのチャペルでサプライズのプロポーズをしましたちょっとロマンチックじゃないですかそういうことしない人だって思ってたので、うん、もう全然疑いもせずにチャペルに行ったらまさかのプロポーズって、へえ、これできたんだみたいな、まあなんか、うーん、なんか幸せになりますね悔しいけどまあ久志さんと結婚をするってなったら、はい、まあ、もちろん島に住むっていうことになってくるわけじゃないですか、はい、そこに対してのこう抵抗とかはなかったんですか？あ、そうですね、うん、あまり、うん、ここの島も本当に、ね、不便なところも、まあ、もちろんありますけど本当に過ごしやすく、彼が、日々日常を丁寧に過ごしているところに私も、まあ、一緒に今入れるし、こう食材もまあすぐ買えないので、まあ、一つのお野菜をどんだけ丁寧に使おうかなとか考えて料理するとか、うん、あるものとかを大事にするみたいなものがなんかこう丁寧に生きてるなっていう、なんかそれをこう彼がやってくれてるので、なんかそこにこう一緒に寄り添って生きてるっていう感覚が今楽しいっていう、感じですかね。旦那様、お湯加減はいかがでしょうか？最高じゃんよろしいでしょうか？完璧じゃん皆様のためにでは、いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。うん、おいしい。焦げいいね。焦げ、うまくできたね、今日はね、うんうん、今日結構寒いですよね、ないんですよ。だから言われますもん、厚着をとにかく内側を温めろとだから厚着をするんじゃなくて内側に密着する服を着ろ、もしくはもう筋トレしろって言われて、なるほど、うん、氷点下にもなってないこの部屋で寒いとは何事だと今寒いけどねどう思います普通ね、引くじゃないですかこういうのってだけど、うん、あ、この子はなんかなんとかなりそうだなって僕は思ったんですよね。そこが決め手ですありがとうございます。いえ、楽しんでますね。うん、楽しいですね、本当に。そしていよいよクライマックス、生きている地球の姿に出会う旅、島を愛する博士の原点硫黄岳、おお見える。